どうもクーニーです。鼻声ですいません、花粉症なんです。今日はスラッガー締めというのをやりたいと思います。スラッガー締めっていうのはこのグローブのこのラベルがある部分、ここをつないでる紐をここに通さずこっち側に通すという締め方ですね。これがスラッガー締めというらしいです。でこれをやるメリットなんですけども、タッチプレー、例えば盗塁の時とかに、この紐が邪魔にならないようにこっちじゃなくてこっち側につけてるっていう。でこの締め方をすることでかなりなグラブ痛と思われるらしいので、僕はグラブ痛と思われたいので、今回僕はスラッガー締めをこのアシックスのグローブで実践したいと思います。では始めたいと思います。またこの道具を使って解きたいと思いますね。硬いぜ、おら硬い。よし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 、よいしょ、おっしゃ。はい、ほどいた。ここの紐っていうのはこの裏側ね、ここにね、これですね、こいつつながってるんでね、こうやって取りますね。まず取った。で反対側もはい、取りました。これで、まあ、スラッガーと同じような抜き方をしましたね。で単純に今度はこの紐をですね、この2つから通すだけだと思いますので、結構簡単でしたね。これ今から通しますね。まず穴を開けるか。通しづらいのでまずはここに穴を開けたいと思います。さてと、はい、こういう感じでね、こういう感じね、今とこれ通すぞ。よし、 OK、 出てきたぞ。ほら出した。 OKOK で1個完成。はい、もう1個の方も穴開けてるんで、これを、通して、こういう感じで通しましたね。でこいつを穴に入れるだけ。はい、穴入れた。よし、来い、出てこい。よし、出てきた。はい、出てきたよ。ほら今こんな感じで出てます。単純にここにあった紐をこっちが出しただけ。あとはギューッとね、持ってきてね、多少ここがねちょっとこう余っちゃうというかね、こうなっちゃうのはねしょうがないみたいなんでね、こっちもなってるんでね、同じ風にこっちも同じ風にね、ここちょっと余ってる風になってるんでね、浮いちゃいますけど、それは別にいいんです。この方が小指の方が締まると思うんでね。でこいつを結ぶと、はい、できました。こういう形でやっと結ぶことができました。これでスラッガー締めの完成です。おお、すげえ小指がフィットした。もうグローブが脱げる気配がしない。すげえ、土手でも取りやすい。この締め方にしたことによってより土手で取れるようになりました。ということで今日はスラッガー締めという、グローブをはめる部分をよりフィットさせる、プラスタッチプレーの時に紐が邪魔ないようにする処理を施したスラッガー締めというのをやりました。この動画を見ていいねと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録して毎日僕の動画を見に来てください。それでは今日は失礼いたします。